それでは今回新しく買ったテントネイチャーハイクのスターリバー、こちらを初張りしていこうと思います。で、こちらのテントですね、収納時のサイズが40センチの13センチ、で重さが 1.44 キロになります。でこれ特徴があってですね、この面白い形になってますよね。でこれを外していくと、こんな感じでポールとインナーとこれはアウターになる、これ3分割ができるというのが特徴になってます。でこれは2人用のテントになってますので、2人で登山する場合などはこの荷物をシェアできると。で1人で行く場合についても、ザックにこう詰め込むんですけども、そのスペース配分ができるということですね。で付属品を説明します。はい、付属品についてはこの通りですね、アウターテント、インナーテント、グランドシートと、あとポール、はい、そして説明書と、これ紙ですね、紙の説明書と、こちらについてはペグかな、はい、ペグが V 字型の、色味がいいですね、これ15センチぐらいかな。このペグが3、3、9の12、ペグが14本ですね、14本と、あとこのガイロープが4本ついてます。それではグランドシートから引いていきましょう。それではインナーテントを広げていきます。はい、でポール組み立てます。はい、グランドシートの上にインナーテントを広げて、あとポールを伸ばしたところですね。でここからインナーにポールをつけていくんですけども、ここが分かりやすいところがですね、ポールの先端がこう黒になってます。でインナーのこの四隅についてるこの差し込み口ですね、これも黒、つまりポールの黒とこのインナーの隅の黒を合わせる、反対側は赤になってます。ではじゃあまず黒からつけていきますね。はい、でポールの黒とインナーの黒1箇所、でこちらも
2箇所取り付けました。次反対側で、これ反対側は赤になってますね。赤とこのポールのですね、赤を接続する。これ非常に分かりやすいですね。取り付けていきます。はい、これでポールをインナーの四隅に差し込んで立ち上げたところですね。あとはもうこのインナーのフックをこれポールに、カチャカチャと取り付けていくだけですね。はい、フックをポールにはめて、はめ込んでみました。フックはですね、1箇所、2箇所、3箇所、4箇所、5箇所、6箇所、7、8、9、10箇所ですね。10箇所のポールを差し込みます。そして、面白いのがですね、ここにポールにクロスしているような形で取り付けられているこう小さいポールがあるんですけども、これにですね、このインナーのこの部分を連結していくと。はい、両側こうはめ込んでみました。これ面白いですね。これをはめることによってインナーの天井部分がこうピーンと張って中のスペースが広くなるという、これは僕のね、手持ちのテントにもこういうのはなかったんで、これいいなと思います。はい、これでインナーの方は張り終わりました。でこちらのインナー張ったまでのサイズですね。はい、インナーのサイズなんですけども、幅が210センチ、で奥行きが130センチ、で高さが105センチになります。それではアウターテントを取り付けていきたいと思います。はい、アウターを、張り終えました。これでできました。ちょっとあとは、ペグを打って、ちょっと貼っていきたいと思います。はい、ちょっとアウターをつけるのにちょっと手間取ってしまいましたけど、こんな感じで貼り終えました。アウターのサイズなんですけども、幅が220センチ、
で、奥行きが245センチ、で高さが130センチになります。はい、それではちょっと中見てみましょう。このインナーとアウターの間、まあ、前室というんですかね、もう、結構スペースがあってですね、まあ、荷物とかも置くスペースもありますね。これ裏側も同じスペースがありますんで、いろいろ置けると思います。そしてこれ入り口ですね。入り口前と後ろに両側にも入り口ありますんで、どちらからも出れるというふうになってます。そしてあと面白いのがですね、これ前室の部分にこれ取り付けるものがこの付属品なんですけども、でこれ黄色が2箇所と黒が1箇所留め具がついてて、それを取り付けることができます。ちょっと取り付けてみます。まずこう手前1箇所ですね、1箇所と、で、手前と奥を取り付けました。今度黒をはい、こんな感じでですね、こう三角形のものを置くスペースが出来上がります。ここになんかこう土で汚れたくないものとか、まあ、靴とかなんか物とかですね、置けるようになってます。でアウターはですね、こちらはこうくるくるっとこう巻いて止めることができますね。ちょっと止めてみましょう。一箇所こう止めるところがあって、こう止めてみました。中ですね、あ、やっぱ広いですね。で中にはこのメッシュのなんか物入れがありますね。でインナーテントについてはこう全て全面メッシュになってますね。で物入れは後ろの方にもあります。で上にランタンフックが1箇所ありますね。でインナーもこちらにまとめて止めておくことができます。ちょっと巻いてみます。エアマットを広げてみました。まあ、2人用というのでね、まあ、エアマットを2つ並べることができますね。ちょっと寝てみましょう。まあ、広いですね。こんなようなサイズ感ですね。まあ、座っても、まあ、天井に頭はつかないですね。後ろもメッシュになってますんで、まあ、通気性がいいかな。まあ、夏なんかには
いいかなと思いますね。あとインナーもこういうようなバスタブ式になっているので砂とかが中に入りにくいという感じになってますね。それでですね、ポールが2本あればこういうふうにアウターの入り口部分を跳ね上げられるというふうにもできるそうです。ちょっとやってみましょう。まあ、ファスナーをあらかじめ開いて、こういう形で取るんですね。こんな感じですね。跳ね上げてみました。これ後ろ側も同じく跳ね上げることができます。まあ、ちょっとした日よけにはなりますね。まあ、UL テントで、まあ、こういうことできるのが非常にちょっと面白いですね。まあ、ちょっと今日は風が強いんで、まあ、こういう張り方はね、ちょっと適してないかもしれませんけども、まあ、こういうこともできるということで。キャンプで使うものとかを配置してみた状態にするとこんなような感じですね。かなり快適に過ごせると思います。これテントの内側に座っている状態なんですけども、まあ、地べたスタイル、これいいかもしれませんね。なかなか快適に過ごせそうです。